はい、どうも峰島です。今回は鴨頭義人の鴨熱大陸、こちらなんですけれども、情熱大陸という番組があると思うんですけど、あれをロゴとかをパクってですね、それで上映会やってます。著作権法違反とかっていうのはお金を取って違反すると相当重い対応になってくるんですよ。なのでこれは問題だなと思いまして、毎日放送さんに通報いたしました。そちらの様子どうぞ。情熱大陸さんは毎日放送さんが著作権持ってるんでしょうか？はい、制作元になります。あ、情熱大陸さんをですね、パクってじゃないですけど、はい、真似てですね、はい、鴨熱大陸っていうものを作って、はい、上映してお客さんからお金を取って商用利用してる方がいらっしゃるんですね。はい、これは商用利用してる形を取ってるんで、はい、ロゴとかもすごいそっくりなんですよ、情熱大陸さんに。はい、なのでこれちょっと毎日放送さんの方で動いた方がいいんじゃないかなと思ってお電話してるんですけど。ありがとうございます。担当に伝えさせていただきます。カモ熱大陸っていう情熱大陸の情の字をカモに変えてるだけなんで、検索していただけると一番上にその上映会とかでお金を集めてるあのサイトが出てきますんで、ぜひ検索して然るべき措置を取っていただきたいなと思います。はい、そんな感じで鴨熱大陸の著作権法違反と商標違反、こちらを毎日放送さんの方に通報させてもらいました。窓口の方はただ電話を受けるだけみたいなんで淡々と対応されましたけれども、あとは毎日放送さんがどのような対応を取ってくるかだと思います。お金を取って何かをパクって著作権法違反とか商標違反とかすると、これはかなり大きな問題になってきますんで、毎日放送さんには然るべき措置を取っていただきたいと思います。鴨熱大陸と情熱大陸のロゴ、こちら僕がツイートしてますんで、ツイートを概要欄の方に貼っときます。ほとんど一緒ですね。丸パクリと言ってもいいと思います。鴨頭義人関係は著作権法違反、商標違反、まだまだかなりいっぱいありますんで、順次通報して、その権利の元になっているところにはぜひ動いていただきたいなと思います。他にもいろいろと垂れ込み情報とか入ってきてますんで、順次動画でアップしていきたいと思いますんで、チャンネル登録お願いします。それじゃね。